注目の試合のキックオフです。そうですね、両チームにとって重要な試合ですから目が離せませんよ。危険な位置です。緊張感が増してきます。チャンスを狙っています。入れば1点リード。シュートはディフェンスが止めました。ボールをキープして味方の上がりを待ちます。このシュートはスピードがありません。セルタ、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。弧を描いて裏を狙います。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。サイドから攻撃でしょうか。うまくボールを守っています。中にスペースがあります。ファーポストに入れた。キーパーがキャッチしました。デニス・スアレス。攻撃側がかなり押し込んできました。スローインでのリスタートとなります。いいロブパスです。ここはキーパーが簡単に抑えました。サンティミナ、これを決めればリード。全身をいっぱいに使ったキーパーのナイスセーブです。このヘディングはわずかにポストの外でした。タイミングは良かったんですが少し運がなかったですね。ナイスディフェンスです。オマル・エルカドゥーリ、ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが少しタイミングが早すぎたか。今のパスで完全に崩しました。これはチャンスです。ゴール決まった。見事なゴールは先制点だ。後半のキックオフです。いよいよですね。どのような結末が待っているのか楽しみです。セルタ、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。クロスを狙ってきますか。まずいですよ。今のパスを止めていなければあわやという状況でした。新しい選手がピッチ脇で準備しています。フォーメーションに変更があるか注目です。下がってボールをもらいます。このままでは打開できないと見たか。追いつけるか。ゴールの予感もしましたが見事に止めました。カウンターを狙います。上がっていけるか。素晴らしいロブです。さあスローインでの再開です。何をしてくるのか。ここは中央の選手にクロス。ボールをクリアしました。コーナーです。見事なセーブでゴールを死守。何かしてきそうですが。サンドロ、決まるか。あの選手が止めなければ入ってましたね。クラブから公式発表がありました。移籍が成立したようです。彼は才能を秘めた本物のタレ。ゴールを見る。ゴール同点となります。
映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。フィニッシュはニアサイドを狙ったシュートでした。キーパーをよく見ていたんでしょうね。この選手が支点となってパスを回しています。自在にパスを通していますね。うまく読んでいましたね。ここはよくスペースが見えていました。素晴らしいボールだ。貴重な勝ち越しゴールを決めました。すごい喜びようですね。ただまだ試合は終わっていません。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。フィニッシュはニアサイドを狙ってきました。キーパーはノーチャンスでしたね。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね。この時間だと厳しいと思いますよ。危ないボールでした。ギリギリのところでカット。ファーポストにクロスが渡る。キーパーが処理しました。ダビド・フンカ。サイドへパス、横に展開してきます。同点に追いつきたい。これが最後のチャンスになるでしょうか。惜しい場面でしたが、ここで奪われました。目の前にスペースがあるようです。クロスがゴール前。素晴らしいヘディング。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。別のアングルからご覧ください。やりました。ヨーロピアンインターナショナルカップ決勝で勝利しました。最高の形でシーズンもスタートできますね。はい、サポーターも選手もとても嬉しそうですね。ご覧ください、素晴らしい光景です。福西さん、この大会をどうご覧になりましたか。そうですね、選手を試す場だけでなく、新しいサポーターを獲得するための大会にもなりましたね。
さあ勝者を称えましょう。こういう瞬間は何度見てもいいものですね。長かった戦いも終わり、優勝チームが決定しました。選手たちの表情がひときわ輝いて見えますね。この瞬間を目指して戦ってきたわけですから最高に嬉しいでしょうね。喜びがこちらにも伝わってきます。そして最後にタイトル獲得の記念撮影です。選手の顔から喜びが溢れています。いやー、どの選手もテンションが上がって